こんにちは、グッドテスト TV のひろとです。ってことでですね、このチャンネルご覧いただいている皆さんは、こちらのスタイリング剤かなり注目してたんじゃないですかね。本日は先日発売したばかりの、こちらのスタイリング剤をレビューしていきたいと思います。はい。ブロッシュファイバーポマードですね。ってことで、こんなの出たらもう買っちゃうでしょ。僕も発売したその日にポチりましたからね。ちょっとこちら気になってる方多いと思うんで、いち早く入手しましたので。まあ入手したって言っても自分で通販でポチッと買っただけなんですけどね。まあ最初に言っておきますとね、これね、だいぶ良かったです。個人的にはもう今のところスタメン入り確定って感じですね。ということで、詳しくレビューしていきたいと思うので、よかったら最後までご視聴ください。はい、まず今手元にあるのがレギュラーサイズの120g 缶になりますね。だいたいこれまでブロッシュは先にレギュラーサイズが出て後からミニサイズ缶が出るってパターンだったんですけど、今回はレギュラーサイズの 120g 缶、ミニサイズの 40g 缶が同時に発売されています。容器の素材は缶になってまして、デザインはもうブロッシュおなじみの感じですね。フクロウさんがトレードマークの非常におしゃれなデザインです。そして本作のファイバーポマード、容器のカラーはグレーですね。一瞬薄いブルーかなとも思ったんですけど、グレーでしたね。これまでのブロッシュシリーズのパッケージは割と濃い色といいますか、結構はっきりした色のパッケージが多かったので、これはこれで新鮮でいいかなという感じがいたしますね。そして所々傷加工、塗装が剥げたような加工が施されていまして、なのでデザイン的には緑の缶のクレイポマードと対になってるような感じでしょうか。で、最初僕ファイバーポマードってことで、ファイバーイングリース的な製品が出たのかなと思ったんですけど、蓋を開けてみると中身は薄いピンク色をしたクリームタイプでしたね。そして指に取ってみると、まずこのテクスチャーの柔らかさ、ふわふわ感にもびっくりしましたね。よくあるファイバーワックスのような質感ともまた違って、柔らかい生クリームとか、ムース状のスイーツを指ですくってるような、そんなちょっと独特なテクスチャーです。伸びもめちゃめちゃ良くてですね、もうスーッと簡単に伸びていきます。比較的扱いやすい製品が多いブロッシュシリーズですが、今回のファイバーポマードはもう扱いやすさっていう点ではね、もうダントツで1位だと思います。そしてこちら香りは公式によると、上品で清潔感のあるシトラスと、重厚感あふれるウッディな香りってことらしいんですけど、まあ、確かに言葉で表現するとそんな感じかなと思います。シトラス系のスーッとした香りと、ウッディ系のこうちょっと深みのある香りが、ミックスされたような感じですね。何かに例えるとするならば、なんかヒゲにつけるこうシェービングクリームあるじゃないですか。なんかあんなような匂いだなと僕は感じましたね。なんかこう床屋さんをイメージするようなこうスーッとした清潔感のある香りで、あんまりチャラさはないですね。まあ僕もそうなんですけど、やっぱこう30代とかになってくるとね、こういうある程度こうきちっとした香りがね、心地よくなってきますね。まあただ多分ですけど、これ10代の方とか、20代前半の方が嗅いだら、もしかしたらちょっとおっさんっぽいって思うかもしれないです。もっとこうお父さん世代のこう40代とか50代の方とかが、これつけててもあんまり違和感ないんじゃないと思うくらい、すごく清潔感のある香りだと思いますね。まああとは香りの強さで言うと、イメージ的にはまあ緑のクレイポマードとまあ同じくらいかなって感じですかね。まあ髪につけたら自分とちょっとこの辺の周囲には香るかなって感じの強さです。すごい強烈な匂いではないんですけど、それでもやっぱ市販のワックスとかよりはちょっと強いので、これつけて外歩いてたら、まあ、後ろからついて歩いてくる人にはちょっとこう匂いはいくかなっていう感じの強さです。そしてこちらスタイリングももうめちゃめちゃしやすいんですよね。もう本当にスーッと簡単に髪に馴染んでいきますし、ごわつき感とかそういうのは全くないですね。毛ぐしとかコームももうスー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 簡単に通っていきます。何よりつけ心地が本当に軽くてですね、フェザーウェイト、羽のように軽いポマードって書いてありましたけど、もうまさに本当その通りだと思います。ただこんなふわふわした軽いテクスチャーなので、さすがにスタイリング力は弱いだろうと思いきや、そんなこともなく、意外としっかりとした説得力があります。とはいえやっぱりちょっと少しふわっとした感じの、セットになるので、この茶色い缶のオリジナルホールドとか、緑の缶の、クレイポマードに比べると、やっぱり説得力はちょっと弱いと思います。ただそれでもこうやってサイドに流し
したりとか、クロップっぽいスタイルにするには、十分なセット力があると思いますね。そしてツヤ感はまあ普通くらいですかね。一般的なヘアワックスと同程度って感じでしょうか。それでいてあんまりベタつかないっていうのもねすごくいいです。そしてまあ洗い落としもまあ普通ですかね。普通にシャンプーすれば、普通に1回で落ちます。マット系のスタイリング剤みたいにねこう2回くらいシャンプーしないとこう落ちないみたいな、そういう洗い落としにくさはないですね。そして一応こちらドレスキンさんの方でこんな感じでスタイリング紹介されてたんですけど、まあちょっと白黒写真であれなんですけど、まあこれを見ると結構強くツヤが出てるように見えますが、そんなに強いツヤが出るわけではないですね。まあもちろんちょっとつける量にもよりますけどね。まああとはしっかりとしたセット力はあるんですけど、そこまですごい強力っていうわけではないので、このスタイリング剤がどういう方に向いてるかって言われたら、まず定番の七三スタイルとか、そういうのでがっちり固めたい人はこれじゃなくて、まあ普通に茶色い缶のオリジナルホールドでいいのかなと僕は思いますね。まあ、これもほんとだいぶ使いやすいですからね。まあ、こっちのファイバーポマードでも、七三みたいなスタイルはまあできるんですけど、ちょっと上からスプレーとかかけないと、まあ、不安かなっていう感じのセット力です。なのでそうじゃなくて、もうちょっとナチュラルめにセットしたい方にね、いいと思います。この方とか僕もそうなんですけど、まあ、固めるっていうよりは、まあ、髪に流れを作りたい方とか、まあ、あとはスーッと簡単に髪に馴染んでいって、ホールド力も優しめっていう意味では、もうちょっとこう髪が長い方ね、こうちょっとパーマ当ててる方とかにも、すごくいいと思います。まあ、あとは何よりこのつけ心地の軽さですよね。僕はすごい髪の毛が猫っ毛なので、そうするとつけ心地が重いスタイリング剤つけると何が起こるかっていうと、時間が経つとねこうスタイリング剤の重さに髪の毛が負けちゃってこうペシャッとこう潰れてきちゃうんですよね。その点これはね、それが全くないと。なので僕と同じような、猫っ毛細毛、軟毛の方は、特に必見だと思います。ってことで今回新発売されたブロッシュファイバーポマードですが、ブロッシュってこのパッケージ先行かと思いきや、やっぱね使ってみると毎回中身がいいんですよね。どのブロッシュ製品もあこんな使いやすいんだ、あそれでこんなにセット力あるんだってね、新作出て使うたびにも毎回思います。今回のこのファイバーポマードもさすがにこんなふわふわしたスイーツみたいなテクスチャーじゃちょっとセット力大丈夫かって思ったんですけど、しっかりとしたねスタイリング力があるんですよね。ブロッシュ製品でいうと、僕はこの緑の缶の、クレイポマードの使用感が好きで、一番よく使ってたんですけど、ちょっとね今回のファイバーポマードそれを抜いて暫定1位に躍り出たかもしれないですね。こっちの緑のクレイポマード、強いセット力とマット感っていうのはね、かなり魅力的なんですけど、やっぱりこうセットのしにくさと洗い落としにくさっていうのはね、どうしてもあるんですよね。その点こっちのファイバーポマードはねとにかく使いやすい、もうセットしやすい、洗い落としやすい、それでいてスタイリング力もねある程度しっかりしてるっていうことでね、さすがに単純にセット力で比較すると、こっちの方が強いんですけど、かといってこっちもねそんな弱いわけではないので、今日の僕みたいな感じで軽くこうやって横に流すくらいのセットをするには、十分なスタイリング力があると思います。まあ、もっとこうすごい立ち上げたりとかオールバックにしたいってなるとちょっと厳しいと思いますけどね。ってことでハードにセットしたいときはこっちの方がいいですが、それ以外の普段使いをするときには、こっちのファイバーポマードの方が楽でいいかなっていう感じがしましたね。ということで僕の中ではしばらくはスタメン入りしそうな、おすすめスタイリング剤でした。はい、こんな感じで今回はこちらのブロッシュファイバーポマードのレビューをしてみました。気になった方は商品リンク概要欄に貼っておきますのでチェックしてみてください。このチャンネルではメンズスタイリング剤レビューを中心に配信していますので、よろしければチャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。